皆さんこんにちは、ゆずきです。今日はニットルックブックを撮っていきたいと思います。はい、今動画が上がっている今日は11月8日だと思うんですけど、動画を撮ってるのも今日11月8日です。いやー、これには事情があって、実はこの動画テイク2なんですよ。ほんまは3日前ぐらいにちゃんとこのルックブックを撮ってて、今日編集しようと思ってて、で朝パソコンにデータ転送しようと思ったら、なんかデータが破損していて転送できなくて、で多分なんかいろいろ調べたら復元とかもできるっぽかったんですけど、もう時間もかかるし、復元の仕方もなんか難しくてよくわからんし、もうこれは撮り直した方が早いんちゃうかと思って、今急遽急いでメイクをして動画を回しております。今日皆さんが見ているこの動画は今日の私ですはい、ということで切り替えて動画を撮っていきたいと思うんですけど、今回のルックブックはニットを使ったコーディネートをご紹介したいと思います。最近急激に寒くなってきて、もう間もなく冬が到来しそうな感じなんですけど、やっとやっと大好きなニットの季節がやってきたということで、このルックブックを撮っていきたいと思います。今回5コーデご紹介するんですけど、すごい可愛いニットを使ったコーディネートに仕上がってるので、そして個人的な事情ですが2回目の撮影頑張ってるので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは早速スタート。じゃん、1コーデ目はこんな感じに組んできました。はい、ニットにデニムパンツ合わせというね、ド定番なスタイリングなんですけど、結局こういうシンプルなコーデが一番可愛いよなと思って、今回1コーデ目に持ってきてみました。今着ているニットがこんな感じで、結構カラフルな可愛らしい感じのニットなんですけど、デニムはかなりのワイドシルエットなので、ラフさとかカジュアルさもプラスされて、すごい大人可愛いいいバランス感のコーディネートに仕上がったかなと思います。でバッグとシューズはブラウンでまとめて、ちょっとこっくり秋っぽさも足しつつ、小物は落ち着きのある大人っぽい雰囲気に仕上げてみました。今履いてるシューズが、この間購入品紹介でご紹介したアグのブーツなんですけど、もうこれめちゃくちゃ可愛くて、ほんまにこれ買って大正解。このデニムからチラッと見える感じとかめっちゃ可愛くない？厚底やからすごいスタイルも漏れますし、あったかいし歩きやすいし、もうめちゃくちゃ最高です。はい、そして実はね、こちらのニットとマフラーなんですけど、これが本日 ZOZO タウンで発売スタートした私のオリジナルアイテム第4弾のものなので、ちょっとこちらご紹介させてください。こちらニットとマフラーが別売りになっていて、まずニットがミックス編みクルーネックニット、オフホワイトとブラウンの2色展開で、お値段が税込み5940円です。そしてマフラーがミックス編みマフラー、こちらもオフホワイトとブラウンの2色展開で、お値段が税込み3520円です。はい、本日発売スタートしたアイテムなんですけど、もうこれめちゃくちゃ可愛くて激推しのニットなんですけど、さっきもね、チラッとお見せしたんですけど、こんな感じでいろんな色の糸がミックスされたアイテムで、ほんまにね、1枚着るだけでめちゃくちゃ可愛いんですよ。形的にはすごいコーデが組みやすいシンプルなデザインなんですけど、この素材がすごい可愛いので1枚で決まります。丈感は腰骨にややかかるぐらいの長さで、割とコンパクトなんですけど、もうこれからの時期って多分上にアウター着ることが多くなるので、結構短めの丈のアウターでも中から見えないようなちょうどいい長さに仕上げています。で今私タックインせずに履いてるんですけど、タックインしなくてもすごいバランスがよく見える丈感、しかもこの裾の部分がね、ちょっとロールっぽい感じになっていて、出しても可愛いデザインになっております。マフラー外してみるとこんな感じです。鎖骨が少し見えるぐらいのネックラインで、すごい顔周りすっきり見えますし、ネック部分もこういうロールデザインになっているので、すごい1枚で着ても可愛いです。袖口も結構広めで、このゆったりした感じめちゃくちゃ可愛くないですか？真冬のアウターを脱いでも可愛いっていうコーデにね、すごい使えるんじゃないかなって思います。で別売りのマフラーもニットと同じ素材なんですけど、合わせて着るとめちゃくちゃ可愛いんですよ。割とボリューム感控えめなマフラーなんですけど、だからこそ持ち運びとかにもすごい便利ですし、こんな感じでマフラー単体の着回しもめちゃくちゃ可愛いんですよ。コーデの差し色になってすごいおしゃ見えするアイテムです。今着用しているのがオフホワイトのカラーなんですけど、ブルーとかイエローとかオレンジとか赤とか、本当にね、いろんなカラーが混ざっていて存在感抜群で、このブルーの糸の色が結構デニムの色と近いので、めちゃくちゃデニムと相性抜群なんですよね。
私みたいにデニムめっちゃ履く人はこのニット絶対使えると思います。本当にコーデを組む必要がない、ただただボトムスと合わせるだけで可愛く仕上がるので、ぜひ ZOZO タウンでチェックしてほしいなと思います。それでは2コーデ目に行きましょう。じゃん、2コーデ目はこんな感じに組んでみました。さっきのね、カジュアルなシンプルなスタイリングとはガラッと雰囲気を変えて、ショートパンツにロングブーツ合わせて結構ガーリーなコーディネートに仕上げてみました。今回メインとなるニットは GU のねカーディガンを持ってきたんですけど、他のアイテムはブラックでまとめて、よりこのカーディガンが映えるように仕上げております。この GU のニットはすごい丈感が長めで、もうお尻すっぽり隠れるぐらい、この中に履いているニットのショートパンツよりも丈が長いんですよ。これでもね S サイズ、丈感長めのニットがお好きな方はすごいおすすめです。で、丈感長くて結構ゆるっとした感じなんですけど、ネック部分が結構ざっくり開いてるので、もたつきなく着られるのが嬉しいポイントかなって思います。今回バッグはね、こういうグレイルのミニショルダーバッグをつけてるんですけど、このねチェーンの部分がすごいコーデのアクセントになっていて、個人的このコーデのポイントになってます。このピンクとブラックっていう色合わせもすごい大人可愛くて、めっちゃお気に入りです。このコーデ全身ねプチプラアイテムなので、ぜひぜひ真似してほしいなって思います。それでは3コーデ目に行きましょう。じゃん、3コーデ目はこんな感じに組んでみました。はい、やっぱね冬のニットといえばこういうねアーガイル柄のニットは外せないですよね。これは確かねユニクロで購入したものなんですけど、すごい落ち着きのあるグレーの色味のアーガイル柄ニットなので、めちゃくちゃコーデ組みやすいです。今回はこういうねワイドパンツを合わせて、小物もねローファーにハンドバッグとちょっとカチッとした感じでスタイリングを組んでみました。結構私にしては新鮮なコーディネートなんですけど、意外とお気に入りです。すごいモノトーンでシンプルなんですけど、ニット以外のアイテムをブラックでまとめたことによって、よりねこのアーガイル柄のニットが映えて主役になってるかなと思います。てかさ、このワイドパンツめちゃくちゃ形綺麗じゃないですか。まだどこにも載せてないもので、YouTube でお先に匂わせさせていただきたいんですけど、もうめっちゃスタイル盛れるし、形綺麗やし、しかもねこんな感じでウエストをね折ったりして履くこともできるんですよ。こちらに関してはまた後日詳細をお知らせできると思うので、お楽しみにです。それでは4コーデ目に行きましょう。じゃん、4コーデ目はこんな感じに組んでみました。今回はニットベストを使ったコーディネートを組んでみました。いかがでしょうか。全体的に単色系でまとめて、すっごい秋らしいムード全開のスタイリングに仕上がったかなと思います。色味はワントーンで落ち着いてはいるんですけど、このニットベストの柄が存在感あって可愛いですし、スカートもキラキラのラメ、しかもここにリボンがついてるので、結構個々のアイテムが華やかな分、色味はワントーンで落ち着かせて、いい感じにバランス感取れたかなと思います。でこのニットベストも、そしてブーツもカスタネなんですけど、今のところ間違いなく一番履いてるのがこのブラウンのブーツですね。めちゃくちゃ使いやすい。色味が明るすぎず結構ダークな感じなので、すごいコーデも締まりますし、めっちゃお気に入りでよく履いてます。でこの今中に着ているインナーもこんな感じで親指を通せるアイテムで、こういうレイヤードコーデにめちゃくちゃぴったり、使いやすいと思う。やや透け感がある素材感なので、今からね春先まで活躍してくれるんじゃないかなと思います。それでは5コーデ目最後のコーデに行きましょう。じゃん、5コーデ目最後のコーデはこんな感じに組んでみました。はい、最後のコーデはちょっとカラーパンツを持ってきてみました。いかがでしょうか。今着ているこちらのニットが最初ご紹介したねミックスニットの色違いブラウンの方なんですけど、近くでお見せするとこんな感じです。オフホワイトよりもちょっとこっくりした感じの色合いで、すごい深みのあるカラーです。こんな感じで比較してみると、オフホワイトは結構ポップなカラーが多くて可愛らしい印象が強くて、逆にブラウンの方はさっきも言ったようにこっくりした色味で大人っぽい雰囲気に仕上がります。で今回ブラウンの方にこういうね赤の色が入ってるので、ボトムスも赤を合わせてみたんですけど、すごい色味マッチしていて可愛くないですか。このミックスニットを使ったコーデ組むときは、ここに入っている色味のボトムスを合わせれば絶対合うので、そういった意味でもすごいコーデ組みやすいニットかなって思います。はい、いかがでしたでしょうか。私のニットルックブックでした。はい、テイク2頑張りました。今から急いで編集して、なんとか7時に間に合うように頑張ります。
はい、ということで今回動画内でもご紹介したこちらのニットが本日から ZOZO タウンにて発売スタートしているので、気になるなって方はぜひ概要欄の URL から商品覗いてみてください。私のインスタの方にもいろんな着回し載せたりもしてるので、そちらも参考にしていただけたらなと思います。本日も最後まで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。